シカゴはアメリカ海軍の防護巡洋艦。艦名はイリノイ州シカゴにちなむ。新海軍ニューネイビーのために議会によって認可された最初の3隻のうち最大の艦。シカゴは1883年12月29日にペンシルベニア州チェスターのジョン・ローチ・サンズ社で寄港する。1885年12月5日にイーディス・クレボーンによって命名。 浸水し、1889年4月17日に、艦長、HB ロブソン大佐の指揮下収益した。収益後1889年12月7日に、ボストンを出港し、12月21日に、ポルトガルのリスボンに到着した。シカゴは、発展艦隊の機関として1890年5月31日まで、ヨーロッパ海域及び地中海で活動し、 その後マディラ諸島のフンシャルに向けて出港、ブラジル及び西インド諸島の港を訪問した後7月29日にニューヨークに帰還した。シカゴは発展艦隊の後には北大西洋戦隊の帰還として北アメリカと南アメリカの東海岸沿い及びカリブ海で1893年まで活動した。1983年4月に ハンプトンローズで行われた国際観艦,艦式に参加後、6月18日にニューヨークを出港しヨーロッパ及び地中海でヨーロッパステーションの機関として巡航した。この配備の間、アルフレッド・セイヤー・マハンが艦長としてシカゴを指揮した。シカゴは1895年3月20日にニューヨークに帰還し、5月1日に予備役となった。 1898年12月1日に最終駅したシカゴはカリブ海への短期巡航の後1899年4月18日にヨーロッパステーションに向かう。9月27日ニューヨークに帰還し、10月2日にはジョージリューイ提督の祝賀パレードに参加した。シカゴは11月25日にニューヨークを出港。 南アジアステーションの機関として1901年7月初めまで拡張巡航を行った。シカゴは船体と共に北ヨーロッパ、地中海、カリブ海で活動し、1903年8月1日にニューヨークのオイスターベイに移動、大統領の関越を受ける。 シカゴは1903年12月3日から1904年8月15日まで予備役としてボストンで修理が行われた。北東海岸部で単独作戦行動を行った後、1904年11月17日にニューポートニューズを出港し、チリのバルパライソに向かい、12月28日に到着した。バルパライソで1905年1月1日に、 ニューヨークとアジアステーションの機関任務を交代した。1906年、シカゴはサンフランシスコ地震の被災者救援に重要な役割を果たした。シカゴは2万名の難民をティブロンに輸送し、その輸送実績は1940年のダイナモ作戦での奇跡的な撤退まで超えられなかった。1908年1月8日、シカゴは サンディエゴを出港し東海岸へ向かう。5月に海軍兵学校の訓練船隊に加わり8月27日まで北東海岸沿いに夏の訓練巡行を行い、その後予備役となる。翌年最終駅市、1909年5月14日から8月28日まで東海岸沿いに再び訓練巡行を行う。 1910年1月4日にアナポリスを出港し、1月23日にボストンに到着した。その後予備役状態となり、1916年4月12日までマサチューセッツ海軍民兵と共に訓練を行い、1916年4月26日から1917年4月までペンシルベニア海軍民兵と共に訓練を行った。 1917年4月6日、シカゴは完全収益状態でフィラデルフィアに置かれ大西洋艦隊潜水艦部隊の機関となる。1919年7月10日に太平洋の第二巡洋艦分艦隊に機関として合流するためにニューヨークを出港した。1920年に CA-14 の艦跡番号が与えられ、 1921年には CL-14 に艦種変更された。1919年12月から1923年9月まで、シカゴは第14潜水艦分艦隊に所属し、新珠湾の潜水艦基地で母艦任務に就いた。シカゴは新珠湾で1923年9月30日に退役し、 1928年7月16日に、アルトンと改名、雑役艦に、艦種変更される。アルトンは1935年まで、新兵収容艦として使用され、1936年5月15日に、売却された。その後は、ホノルルからサンフランシスコへ牽引される途中、1936年7月に、太平洋中部で倒壊、沈没した。 ありがとうございます。